はい、皆さん、こんにちは、えー。国文法の文法の学習の8回目だね。 えー、分節の関係分節相互の関係ということで、えー、今まで学習してきた分節の文の成分としての分節のね、えー、学習の、えー、まだあの学習してなかったところ若干と全体の復習ということで、えー、今,日今回は勉強していきましょう分節の関係にはここに挙げたような関係がありますもうう一度おさらいいすると文節っていうのは文を 意味を壊さない程度に区切っていった一つ一つの区切りのことを分節というふうに言いましたね、えー、意味を壊さない程度に区切っていってるんだから分節にはそれぞれ意味があるわけだよねじゃあどんな意味がその分節にはあるんだろうかっていうことなんですとまず主語・述語の関係だね えー、分節の関係としてあるのは主語と述語の関係、えー、何がどうしたとか何が何だとか何がどのようだっていうような関係ね、えー、花が咲くみたいな関係これが主語と述語の関係だねまず分節の関係として主語述語の関係でえー かかり受け何かの分節が別の分節にかかっていく中で主語・述語の関係ではないようなものこれが就職・非就職の関係というやつだったね例えば庭の花がきれいに咲いた咲いたは術語だよね で何が咲いたかっていうと花が咲いただからこれが主語だね花が咲いたは主語述語の関係になってますじゃあ庭のはどんな働きをしてるかっていうと花がにかかってってるんで庭のは就職語で花がそれを受けていく非就職語ということ綺麗にも同じように綺麗には咲いたっていう言葉にかかっていくんで綺麗には就職語でそれを受けている非就職語が咲いただということですで えー、かかり受けにはなんないけども別の働きをしているものとして接続語とか独立語っていうのがあったよね、えー、接続語っていうのは他の文節に対して例えば平律類化だとか逆接だとか順接だとかっていうような形でつな、えー、がりを示しているのが接続だよね、えー、寒くてもマフダーはしない、ね、理由になってるよねマフダーしない理由になってる、えー、こういうのが接続語というやつです 独立語というのは他の文節と関係なく独立した文節のことですああスマホを忘れてしまったみたいなこういうのが独立語だったねで今まで触れてなかったものの中に他に並立の関係とか補助の関係というのが文節相互の関係としてはあります並立の関係りんごとみかんをもらったみたいにりんごとみかんっていうのが並んでますよね こういうのが並立の関係というふうに言いますある意味かかり受けみたいな関係なんだけどもかかり受けの関係ではなく独立したものとして並べているというふうに考えますそれから補助の関係っていうのは我が輩は猫であるみたいな形で猫であるというのこれこの補助の関係は一つの文節連文説って考えてもいいんだけども一応 2つに区切って猫であるというふうに区切るという文節には区切りましょうということでこういうのを補助の関係といいううふうに呼んでいますで今も連分っという話をしましたけれども比較的文節が、えー、集まった形で文の中である一つの働きをしている場合一つ一つの文節をまとめて連分節というふうに考えていきましょうという考え方がありました。 山の景色がとてもよく見渡せる。山の景色が見渡せるんだよね。山の景色が見渡せるんだよね。何がどう,どうするっていう形で主語術語の関係なんだけども、景色が見渡せるというふうにもちろん主語術語の関係になってるんだけども、山の景色がで一つのまとまりとして、 見渡せるというふうに考えることもできるんでこういうふうに比較的に一つのまとまりになっているものを連分説として考えるとてもよく見渡せるこれもとてもはよくを就職してるしよくは見渡せるを就職してるんだけどもまとまってとてもよく見渡せるというふうに 見渡せるを就職していると考えるとこういうのを一つの連なった文説という形で連文説というふうに考えることもできるでしょうということなんですね最後に、えー、一つの文の中に主語と述語がいくつあるのかによって文を、えー、分けていく考え方があります単、えー、文というのは一文の中に主語と述語が一つあるのが単文です 桜が咲くみたいな形で、一つの文の中に主語と述語が一つだけ入っているものですね。単文と言います。で、十分複文というのは、一つの文の中に二つ以上の主語、述語の関係があるもの。これを十分と複文というふうに呼びます。二つ以上あるんだけれども、十分の方はその主語、述語の関係が並立、並んでるんです。 一番二番の主語述語の関係と三番四番の主語述語の関係がある意味関係がないんですね、ここにはね。二つのものはこう並んでる状態です。えー、こっちがこっちに主語述語の関係としてかかっていくとか受けていくとかっていう感じではなくて並んでいる。桜が咲き、空は青い。桜が咲くっていう主語述語の関係と空は青いの主語述語の関係が この二つはそれぞれ密接な関係を持ってないで分けてあるでしょ分かれてるでしょで、こういうのを十分というふうに言います。それに対して副分というのは主語と述語の関係がね、えー、ある意味、えー、例えばここに主語、述語の一つの関係があって、この主語、述語の関係の外側にまた主語、述語の関係がある。全体としてこれが述語になってるみたいな。こういうのを副分というふうに言います。例えば、 桜は色が綺麗だ色が,が主語で「綺麗だ」が述語じゃないですかでこの色が綺麗だっていうのが全体として連分説になっていて桜は綺麗だっていうような構造になってるよねこういうのを「副文」というふうに言います 難しいよねこう考えてくださいえー、十分というのは主語述語が一つの文の中に複数個あるんだけどもその主語述語の関係がバラバラだっていうふうに理解しといてもらっていいで副文の方は主語述語が一つの文の中に複数あるんだけどどうもその主語述語は複雑な関係になっているっていうふうに理解しといてもらってならそれは副文だっていうふうにね理解してもらって構わないですいいでしょうか はい、それでは今回の授業は終わりになります。